どうもこちら誕生日です。今日もバーサスカズの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。いつも通りテトリス戦ですね。このツモは開幕 DT 砲じゃないかな。基本的にまあ LJ が早い場合は基本的に開幕 DT 砲組みに行ってるんで DT 砲組みに行く。それに対して相手が開幕 TSD、まあ、この光景はねもうみんなももう何百回も何千回何万回何億回と見たことあるんじゃないかな。さあ、ちょっと操作当てたいところ、うん、当ててますね、しっかり。若干地形に余裕がなさそうなんで、しっかり操作当てに行く。これもテトリス対テトリス操作当たる。さあ、ここで、じゃあまあ若干地形に余裕ができたんで、しっかり操作外して、しかし相手もしっかり操作外して、いやだ、テトリスよーと思う。操作外した瞬間に火力を送ると、ああいうボイスになりますね。操作外した瞬間にもう一瞬にして火力を送ると、そういうなんか、ね。もうテトリスが嫌だよみたいなボイスになると。さあ、こちらティスミンシングル組んでいきが、相手 STMV 警部で、バックトゥバック付き、おっと、アイミノの気味する。しっかり、相手見て、アイミノ、てかテトリスとテトリスを操作合わせて、そこに、相手 S ミノの気味す。S ミノの気味すが辛いが、どうだろう。いや、でもしっかり掘れそうだな。J ミノ、L ミノまでの掘り連のルート。あそこの直列までたどり着かれるとちょっと不利になる可能性が高いですね。こちら穴場なので。でもしっかり掘りってって。まあまだ大丈夫か。おっと、相手今 T スピンしようとした挙動してたけど、掘り連を見て T スピンってか2ライン消しにしたのか、それとも設置されずに2ライン消しになってしまったのかちょっとわかんなかったけど、結果的には二ライン消しして、ホリレンが繋がったので、良かったって感じですかね。さあ、シンクロナイズドスイミング2回からの、LJ イリュージョンで8連まで強い。状況的には、まあ、五分かな。おっと、アイミノを置きミスしてしまうが、相手が、Z ミノとアイミノの置きミス、2連発の暴発は結構痛いぞ。それを見て、こちらまとめ1だが、エルミノ、おっと、でも相手これ連繋がりそう。J ミノ、S ミノ、アイミノ、Z ミノ、S ミノ、Z ミノまで。いや、L ミノにしたか。L ミノにして、ファンデーション3連発。そんなに化粧をするのか。厳しいか。アイミノまでの3ライン消しまでが間に合えば、ワンチャン掘れってか、直列で来ていたんで掘れそうだったけど、ぴったりだったかな。ぴったり刺さっちゃいましたね。これは掘り連がやっぱり強かったな。あそこまでの掘り連、ちょっと予想外だったっていうのもあったけど、それで10連でしっかり有利取られて、そのまま火力で押し切られたって感じですね。さあ、これは直列がうまい。この直列をうまく活かしていきたいところだったら、Lミノの置きミス。しかしこれはね、まあ、こんな感じに、Z ミノをしっかり冷静に入れて、先読みにすることができるんで、まあ、これは冷静でしたね。さあ、今回は相手の火力が途絶えているところに、ホリレンの5連まで、ちょっと迷ってますね。しかし、地形有利なのをしっかり見た上での総裁外し。だが、問題なく掘り切れてそうですね、相手側も。アイミノまでの4連打が、しっかり T スピンダブル打ってって、さらに先読みして TSD からテトリス。こちらは3ライン消しで削って TSD からテトリスで、これは掘れそうだぞ。L ミノ、T ミノ、Z ミノ、でも大ミノまでか。大身のまでの5連、まあまあ強いですね。さあ、テトリス送るもののバックトゥバック付きの相手、テトリスの攻撃だったんで、一番下に穴バラが来ましたね。こういう積み重ねが、若干後々に影響してきそうと言おうとしたところだが、これ、ここで4列を組みに行く。3ライン消しして、ちょっと2ライン消し、妥協しちゃいましたね。できれば今の積み込んで1ラインずつ消してれば相当有利になったと思うんだけど、ちょっと火力で押し切られるのを、まあ、チキって、2ライン消しスタートになってしまったんで、ちょっと連の飽和が下がってしまった。さあ、これ掘りづらい。ちょっと掘りにくい形で。掘りにくい形で、このアイミノの縦置きは、一見悪いように見えて、しっかり下穴を埋めない縦置きなんで、まあ、いい手ではありますね。しっかり、両方とも下穴を埋めない置き方をしているんで、穴的には、しっかり見えている。けど、まあ、ああいうのって結構勇気いる一手だと思うんだよね。結構、地形、一見はすげえ地形が悪くなりそうな置き方なんで、ああいうのは置きづらいかもしんないけど、しっかり下穴見た上での置き方なら全然ありっすね。
さあ、だいぶ地形競り上がってきたけど、まあ、比較的、穴的には直通できているんで、まあ、掘れそうではありますね。できれば今の三雷消しを掘りたかったな。さあ、ちょっとエスミの暴発か？いや、違う。相手の攻撃に合わせたって感じですかね、今のは。相手の攻撃にしっかり合わせて、総裁を当てていく。さあ、できればテトリスにしたかったけど、ちょっと妥協、かなり妥協気味に行ってますね。妥協気味に掘りに行ってる。相手 TSD からテトリスまとめ1。なんとか T スピンダブル間に合うけど、これ、ちょっと不利ですね。二ラン消しして、だいぶ競り上げられて、エルミノで削ってからテトリス打ちたかったけど間に合わず。相手も火力重視にもう、地形なんて気にせずにもう火力重視で来てますね。相当もうゴリゴリ火力で刺さっていく。これはどうだったかな？相手 T スピン作りやすい地形ではあったけど、テトリスにしてきたのがちょっと厄介だったかな？こちらとしては。T スピンって、結構強いように見えるんだけど、必ず打つときには、ソフトドロップが必要になるんで、火力を送る速さでは、テトリスの方が分があるんですよね。なんで、多分それを狙ったのかわからないけど、テトリスで火力を送って、それがまあ素早い攻撃だったんで、こちらが間に合わず散乱消して妥協してしまったのが敗因になったって感じですかね。ああ、息が続かない。ティスピンはね、まあ火力の保持的にはいいんだけど、打ち切る速さでは全然テトリスの方が強いので、危ない、これギリギリ間に合った。テトリスから、そこに相手のジェイミノのキミスも噛み合って刺さっていく。これはまあ強気な積みでしたね。しっかり全部受け切ってから、まあ TSD テトリスの地形だったけど、まあ T スピンシングルだったか。T スピンシングルテトリスでまあ十分量の火力だったって感じですかね。相手のジェイミノのキミスなければ、どうだったんだろう。ワンチャンありそうではあったかもしれないけど、まあ、イベント有利でしたね。さあ、総裁当たってって、エスティティックマジック。これ直列できてるんで、これ強いぞ。先読みして、テトリスから TSD。そこに相手の T ミノのキミス。さあ、これはテトリ、エルジェリジョクで、Z ミノ超えるか。超えた。Z ミノ、アイミの回転入れが入らずに、悲しい横置きになってしまって刺さっていく。まあ、あれは完全に致命傷っすね。まあ、上部の操作難しいからな、ああいうところ本当に冷静になれないですね、特に。相手が操作外しの構えを持っていると、だいぶプレッシャーになるんで、それだけで。ああいうね、操作はまあ難しいんで、しょうがないっちゃしょうがないっすね。自分もまあ、上部の操作だと、まあ、ジョブの操作は基本的に自信がある方だけど、それでもまあもちろん、ミスしてしまうときはミスしちゃうんで。さあ、相手のあそこ直列強いな。あの直列まで、やられるとちょっと総裁外しの構えですね、しっかり。しかも先読みを含んでる総裁外し。しかしこちらの耐え方もいいぞ。エルミノまで掘ってって。そうですね、今の大ミノで、ドネイトするまでの先読みを相手していたんで、非常に火力が高い。なんとか掘り切って、これはテトリスから、TSE の地形で、さらに、下穴もいいんで、これは耐えれそうだ。テトリスで、エルミノで削って T スピンダブル。しかし相手の火力もやはり高い。TSD 打って、相手 J ミノで先読み、あの S ミノも先読みか。もうどんどん先読みしていきますね。本当にもう妥協という言葉を知らないぐらいの、もう火力重視。火力ご利用しって感じですね。ゴリゴリ送ってくる。さあ、こちらもテトリスから TSD。割と俺にしては火力重視。基本的にね、掘り重視の立ち回りが多い俺だけど、今回は火力重視と言ってるところに相手が、アイミノとオオミノのオキミスの2連発、ってか2連発オキミスか。が致命傷になって刺さりましたね。2回連続オキミス、ただでさえ辛いのに、2列目にオキミスしたんで、アイミノの、ちょっと回転入れ、というか、ジャ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 って回転させてたけど、壁が越えなかったって感じですね。アイミノのオキミスだけならまだ、高さ的にはおそらくアイミノを超えたと思うんだけど、その上にさらに2連続で大ミノのオキミスまでしてしまったんで、結構ね、ああいう、2列目が高いと、もちろんアイミノを超えづらくなるんで、あそこの置きミス、相当致命傷でしたね。高さ、基本的にその高さって、その高さの1個前の地形が高くないと壁って越えづらくなるんで、
まあ、あれは超えなかったですね。はい。まあ、致命傷の置きミスって感じですね。もう一つ見ていきましょう。結構その、置いたのを確認しないで置いてしまうと、ああいう風に2回連続でミスっちゃうことが、ね、かなり多いんで。まあ、理想を言えばだけど、まあ、ほんの一瞬だけ確認しておくっていうのがベストなんだけど、まあでもね、そこまでやってると逆に、まあ時間も削られてしまうんで。まあどうだろうな、難しいっすね。まあ時と場合によるって感じかな、やっぱり。状況にもよりますね。俺もよくその、2回連続で置きミスしてしまったりするんで。さあ、これ相手のチキン悪いぞ。T スピンダブル打ってるけど。強気に操作外した上でのこの TD アタック強い。今のまま操作外し良かったですね。しっかり受け切って、まあ上部まで競り上がるけど。TD アタック組んで T スピントリプルからのダブル。バックトゥバックついてなんで7ライン5ラインで12ラインですね。TST が挟んでるそのテンプレって途中で打つのほんと強いんで、TD アタックはめちゃくちゃ強い部類ですね。なんで今のは刺さったって感じ。まあ、普通にまとめ打ちでも今のは刺さってたと思うけど、TST がある分、より確実って感じですね。さあ、相手エルミノの置きミス。掘っていくが、これは間に合うか？Z ミノで1ライン消ししてるけど、間に合わず。これはまあ単純に置きミス咎めたって感じですね。普通に、コンスタントに火力を食って、エルミノの置きミスを刺していったって感じ。さあ、今回は IDD 補組んで、さあ、試合内容が早いぞ、今回は。相手が、S ミノの置きミス。しっかり削ってって、削ってって、こちらも削ってって、エルミノまでかな。J ミノまで掘るか。J ミノまでの6連。いいものをアーゲルされるが、1ライン分は行きましたね。エステティックマジックテトリス。アイミの回転入れからホリレンのルートで、T ミノエルミノまで掘るのかな。いや、エルミノまで掘るか。掘っていき、しっかり穴を埋めない TSD ですね、相手。こちらも地形的には悪くないんで、まあ5分ですかね。完全に5分です。一回ちょっと T ミノ超えないのを躊躇して、一回ホールドして、STSD 組んで、総裁当たる。これは、まだまだ試合が長引きそうな展開ではあるがどうだろう。TSD 組んで、T スピンダブルにした。まあ、シングルにしてもよかったけど、ダブルにしても全然問題ないということで、基本的にその、シングルにする状況っていうのは、テトリスになるときと、まあ地形が悪くならないときの判断なんだけど、まあ、今のはまあ、ダブルでもテトリスにできたんで、普通にダブルにしたって感じですけど、さあ、ここで TSD タワー組みに行った。そこに相手のエルミノの置きミスだったかなが噛み合って完全に刺さりましたね。エルミノはまあ回転にできたけど、仮に回転にしたとしても刺さってたんじゃないかな。今の組んでたのは、TSD タワーという超高、もう、最上級じゃないかな。火力のテンプレでは最上級のテンプレですね。TST プラス TST なんで。しかも今のバックトゥーバック付きだったんで、7ライン7ラインで14ライン行きましたね。なんで完全にオーバーキルだったって感じかな。もう相手の地形も見て、丈夫だったし、火力も作れそうな地形じゃなかったんで、完全にオーバーキルでしたね。TST ってやっぱり強いんですよね。基本的に途中で打つ、TST が挟んでる、テンプレ、まあ、TD アタックだとか、途中 DT4 だとか、キンクリー、TST タワーとかも、なんか、とりあえず T スピントリプルが挟むテンプレは強いです。とにかく。予想外の攻撃が火力を送られてくるんで、本当に。TST の強いところは、バックトゥバック付きなしでも6ラインなんで、相手のバックトゥバック付きありのテトリスやら T スピンダブル。やらもう、バックトゥバック付きなしで返せますからね。それぐらい火力が高いんで、もう TSD が、含んでるテンプレは基本的に途中では強いです。まあ、開幕だったらみんな打つと思うんだけど、途中でやることによって結構予想外の火力いきますからね。まあ、組めるときは積極的に組んで、総裁外して送ると相手を瀕死状態にできるということですね。はい、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。